ゼルスだが、成長している若手たちエンゼルスは、今季9日、日時間10日の試合を終えた時点で51勝65敗で、地区4位となっている。昨季まで投打の柱だった大谷翔平投手が抜け、今季もプレーオフ進出は厳しい状況となっている一方で、成績を伸ばしている若手が多く、選手が育っているのも事実だ。昨オフに大谷が抜け、マイク・トラウト外野手も怪我の影響で開幕時以降は戦力になっていない状況で、今季も厳しい戦いを強いられている。一方、昨年からチームに所属する若手5選手が2桁塁打をマーク。ウォードは30歳になるが、オハッピー、ネトは16塁打、アデルは17塁打、シャヌエルも12塁打を記録している。アデルは打率こそ202だが、今季は辛抱強く起用されて106試合で17塁打、53打点と経験を積んでいる。遊撃を守るネトは、昨年の打率225から262に上げており、オプスは783。オハッピーも昨季の14塁打をすでに上回り、強打の捕手として活躍中するなど、打撃面での若手の成長が著しい。また負傷が多いものの、27歳のルイス・レンヒーホ内野手も打率3割をマークしている。投手では2022年ドラフト3巡目全体89位で、最速170キロ右腕のベン・ジョイス投手が18試合連続無失点の投球を見せた。ミッキー・モニアック外野手や先発陣を引っ張るはずだったリードで止まらず、パトリック・サンドバル両投手は苦戦。上位進出のため投打ともに底上げは必須だが、ポテンシャルの高い選手は揃っている。フルカウント編集部。